さあ皆様大変お待たせいたしました。本日はお忙しい中、銀の馬車道修築の日ミニパーク完成式典にお越しいただきまして誠にありがとうございます。恐れ入りますが皆様席の正面へお進みをお願いいたします。ではお名前を申し上げます。兵庫県中播磨県民局玉田博蔵局長です。さあそれではですね、ただいまから私がどうぞと申し上げますので、その合図で序幕をお願いいたします。それでは参りましょう。どうぞ。皆様ご協力ありがとうございました。おめでとうございます。さあこうして席が除幕をされました。さあそれではですね、引き続きましてバルーンリリースを行いますので、皆様、その場でですねお願いいたします。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。まだ離さないでくださいね。さあそれではですね、皆さん一緒にカウントダウンを行いたいと思いますので、3、2、1、どうぞでバルーンを離してください。さあそれでは皆さんご一緒にカウントダウンをお願いいたします。3、2、1、どうぞ。さあ今皆さんのたくさんの願いが込めたバルーンが大空高く舞い上がりました。この銀の馬車道のこのミニパークにたくさんの皆様が訪れるように、そして今お越しいただいている子どもたちがこの銀の馬車道の構成をしっかりと伝えていただきますように願いを込めて行っていただきました。バルーンリリースセレモニーでした。それではただいまから銀の馬車道プロジェクト未来遺産登録イベントを開会いたします。私はご案内役の西口彩恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の主催によります第4回プロジェクト未来遺産登録証伝達式を行わせていただき、本日の流れですが日本ユネスコ協会連盟は、本日は気軽もよく絶好の認証登録認証式 の舞台となりました。またお休みもかかわらず多くの方がご参加。未来遺産委員会は銀の馬車道プロジェクト日本初の高速産業道路を未来につなぐをプロジェクト未来遺産に登録いたしました。プロジェクト未来遺産への登録は100年後の子どもたちに日本の豊かな自然や文化を伝えようとする優れた取り組みが高く評価され期待されていることを示します。2012年11月13日公益社団法人日本ユネスコ協会連盟松田正孝。銀の馬車道ネットワーク協議会の皆さんのに代わりまして、今日の伝達式に対するお礼を一言申し述べたいと思います。世界未来遺産登録記念フォーラムの開催にあたりまして、地元のただいまご紹介をいただきました姫路ユネスコ協会の桑畑でございます。この度は銀の馬車道プロジェクト、本日は未来遺産登録、誠にありがとうございました。運営委員を代表いたしまして私の方から少しお話をさせていただきたいと思います。これより基調講演に入らせていただきます。まずはじめに講師の前田耕作先生についてご紹介いたしましょう。ただいま紹介に預かりました前田です。挨拶はなかなか私苦手なんですけれども、今紹介ありましたように私長い間
私が戦前に撮った写真でありますが、戦前はこうした大きなですね、大仏が存在をしておりました。私たちが今日まで当面している産業の発展ですね。明治9年に銀の馬車道の完成とともに建てられたこの記念碑には、馬車道建設の経緯やさまざまな苦労、そして日本では今がかつてないものだと称えられたことが記されており、当時の人々の思いを今に伝えております。49キロを結んだ日本初の高速産業道路ともいえるこの道の建設を監督したのが、なんと若干30歳の朝倉清明です。ところで、あの町づくりとか仕掛けられていると思います。で、銀の馬車道もすでに何度もご覧になっているというふうにも聞いているんですけれども、どうですかね、銀の馬車道、この先未来遺産を超えてどういうことをやるべきかというのが何かあればお話しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。遺産という言葉の意味みたいなことを最初に冒頭でおっしゃってましたけど、その続きまして、ただいまから人情喜劇銀の馬車道、未来遺産登録記念公演といいましょうか、今から始めたいと思います。今日は劇団員2ヶ月間じっくりと練習して、皆さんのために披露するために練習してまいりました。先ほど少しシンポジウムの時にお話しさせていただきましたが、子どもたちの生き生きとした顔をですね、ぜひご覧いただきまして、皆さんの感じるもの、心に残るもの、感じていただければと思います。それでは人情喜劇銀の馬車道、お楽しみください。私はみんなさんに道路の技術すべて教えます。